こういう木の板角材みたいなのをわーってたくさん書きたい時ってある、あると思うんだ。<laughs> だけど、これってさ、作画コスト的にはまあまああってさ、123って書いた後、この奥行きを買ってやって、こうやってやって、で、ここ閉じるみたいな風にしなきゃいけない。これって割とまあ、ゆっくりやればいいんだけど、ちょっと面倒っていう瞬間ってあると思うんだ。そういう時に Y がやってること、12って書いて、 3で12ってまた広く取って細く書く。でこれをまあ好きなだけやっといてあとからあとからういっういっういっういあういっあういっていうあの不真面目な、うん、不真面目な方法があるここクローズアップするとあの何か雑な感じがあると思うけど引い,いてみれば別に大丈夫っていう瞬間ってあると思うからそこはまああのあの 手抜こうっていう時に <laughs> やるといいんじゃない <laughs> ごめん。